皆さん、こんにちは。囲碁が大好きなクラステングのクーロンです。今回の囲碁人物伝ダッシュは令和3年の NHK 大河ドラマ青天を衝けの主人公で、令和6年に発行される新一万円札の顔となるなど最近注目を浴びている渋沢栄一を紹介します。日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一は天保11年に埼玉県深谷市で生まれています。尊王攘夷運動に身を投じた渋沢は仲間と共に倒幕のための挙兵を企てますが、周囲の説得で断念。幕府の追及を逃れるため御三家の一つ一橋家の家臣となり一橋義信に仕えます。慶応2年義信の将軍就任に伴い渋沢は幕臣となり、パリで開催される万国博覧会に幕府代表団の一人として参加します。海外で金融システムや株式会社制度などについて学んだ渋沢は、帰国後大隈重信らに請われ新政府の大蔵省へ入省。国立銀行設立に向けて取り組みますが、やがて予算編成をめぐって大隈や大久保利通と対立し退官。実業家へと転身します。実業家となった渋沢は自らが手がけていた第一国立銀行の設立を主導、その他東京ガス、王子製紙、京阪電気鉄道、東京証券取引所、キリンビールなど500を超える企業団体の設立に関わる一方、日本赤十字社設立など社会活動にも力を注いでいきます。他の実業家と違い財閥を形成し自らの利益を求めるのではなく、利益の一部は社会へ還元すべきという公益性を重視してきた渋沢は、他の財閥創始者のほとんどが男爵止まりであったのに対し、大正9年に子爵へ叙されています。渋沢は囲碁や将棋が好きだったと言われ、明治以降の囲碁界の支援者としても知られています。パリ万博へ向かう船でも仲間と共に囲碁や将棋をしながら過ごしていたと言われていますが、自らの趣味について渋沢は晩年次のように語っています。趣味はあまりなく、字を書いたり読書したりすることが好きだ。下手な詩を作ったりもする。将棋は上手くて、一度将棋が強かった福沢諭吉と対局したが、私が勝ったためどこかで稽古したのかと驚いていた。囲碁も好きで、兜町に住んでいた明治17年頃、後援者の村瀬修歩や林千治、後の二代目中川亀三郎に月に2、3回来てもらい教わっていた。しかし明治20年頃にふと思い、好きな囲碁や将棋をやめてしまった。仕事に集中するため時間つぶしをしてはいけないと思ったからである。ただ渋沢はその後も碁会に参加したなどの記述が残されていることから、決して碁石を手にしなくなったわけではなく、必要に応じて囲碁をすることもあったようです。渋沢の囲碁に関する逸話を一つ紹介します。孫の市川春子が手記の中で紹介しているもので、祖父の知人が横浜で古着のロシア製塩ビ服の上着を手に入れ、渡航間近で新しい服が欲しかった祖父は五ヶ滝で会った知人と囲碁の勝負をしてその服を手に入れます。ところが外国へ向かう船でその服を着て艦隊へ出たところ、付き添いの外国人からその服はあまりにおかしいと指摘され、決まりが悪かったと語っていたそうです。渋沢はかつての主君徳川慶喜公と明治以降も交流を続けていましたが、囲碁好きの慶喜公が開催する碁会にもたびたび出席していたと言われます。また当時政財界には囲碁の愛好家が多く、渋沢は様々な会議の後の余興としてたびたび碁会を催していました。明治20年に安田善次郎ら
東京や大阪の有力な財界人を招き、懇話会を開催した際には、晩餐会でのもてなしの段取り、すべてを、林千治、後の二代目中川亀三郎が行うなど、講演者とのつながりが強かったようです。様々な企業、団体の設立に関与し、相談に乗ってきた渋沢ですが、明治以降、新しく創設された法演社と家元との対立により混迷する囲碁界においても、渋沢は支援の手を差し伸べています。明治38年、本因坊秀栄が、最大の支援者であった高田商会の高田民子の支援を断り困窮し、支援のため日本囲碁会が設立された際も、渋沢は名誉会員に名を連ねています。また、大正13年に日本棋院が設立された際、最大の懸案事項は、新会館設立問題であり、本因坊秀栽は、費用捻出のため、東奔西走していました。秀栽は、その半分近くを、有力支援者であった大倉喜七郎へ求めることとしますが、了解を確実なものにするため、渋沢の屋敷を訪ね、口添えを依頼しています。明治40年に開催された全国米業者大会において、渋沢は次のように演説しています。明治維新以降、様々な産業が飛躍的に発展を遂げているが、米に関しては、それほど発展しているとは言えない。それは、皆さんが努力していないわけではなく、米については、維新前からすでに、努力し、改善が行われていたからである。いわゆる名人の碁は、版籍の上達にも、多くの時間を要するもの。しかし、まだ、改良の余地はあるので、引き続き頑張っていただきたい。プロを招き、囲碁を教わっていた渋沢らしい演説と言えます。晩年、民間外交や教育、福祉、医療等の充実に尽力した渋沢は、昭和6年に91歳で亡くなりますが、通夜では天皇陛下の勅使が訪れ、その功績を称え、飛鳥山の邸宅から青山の葬儀場までの葬送の列を、沿道で多くの人々が見送ったと伝えられています。